覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。忍异兽，从浮雕师那里得到的忍异兽，模仿人类骨头的甲骨为轴，时有机关，此异兽似乎能装入某些东西，大大小小的镶痕刻于其上。鬼泣舞。この左腕、俺に何をした？そいつ、忍び義士、石腕の狼に。おあつらえ向きの牙やろ。所以说我们还变强了是吧？時を掘るには無用でない。お前さんにくれてやる。忍び騎手、そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任務だと？そう、差しがいいな。任務を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。喋りすぎたな。行きな。我还没问完呢。巫女様の血が利用されるとはどういう。私も詳しいことなど知らん。ただ竜院、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬ。感觉这个老头啊知道的挺多啊。このアレデラにはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。就是他说话从来不看我，对吧？你为什么不看我说话？私は仏を掘らなきゃなら、お前さんはお前さんで好きにしな。你确定有在雕佛像吗？你的手什么也没动。そこにある優しい顔の仏様、そいつには。好了，我走了，我走了。鬼佛。与其对坐，便可以使用各种功能，恢复、补充伤药葫芦，以及超过所持上限而被传送至鬼符的道具啊，还可以传送。小部分外的所有敌人将复活。将从最后对坐的鬼符处开始，好吧。休息。哇。Who are you? 見ぬ顔だな。そこもと、名は。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技なら、あるいは。そこもとよ。ぜひ、それがしと、立ち会ってもらおう。怎么开始的这么突然？哎呀，刚才傻了，怎么没标记？やはり死なぬわな。
不打了。坂本の立ち筋、見事なものであった。それがしを、かように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は、何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとは、このような荒れ寺で何を。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い、刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。这个设定。这是个抖 M 吗？所以我们啊，那我就欣然接受了。よし、ではやろう。刀を振れば気も紛れるというもの。这么玩的吗？力ば参る。还没够啊！まだまだ。さすがだな。また来るがいい。そこもとか、それがしを使い。这个人还真的是个怪人啊。功德箱。时光流逝，琉璃失所之物会流落至此的功德箱。箱子发光时，便是有道具流落至此了。捐献金钱可以获得道具啊，有一点像抽奖的这种感觉。这个动画设计的是真的酷啊。哎，你是突然间出现啊。まことに息を吹き返したのですね。竜陰の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。猿お方に使えるクスシです。猿お方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただ、あなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それは、もともと私が作り上げたものです。クスシとして助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか。はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて、少し休めばまた満ちるでしょう。クスシとしての助けとは。ひょうたんの種をお持ちください。種だと。はい。薬水はひょうたんの種より湧き出します。新たな種を加えれば、薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。では
また。那么人基本上已经齐了吗？我回去再问一下他啊，还有我要找的人吗？好吧，这是个自闭症啊，我们不理他。所以我每一次坐下来会有什么新的人物吗？啊，没了，那我们出去吧。钩绳可移动至无路可寻、常人无法到达的地方，若从高处眺望战场，可以计划如何挑战敌人。标记变成绿色时可甩出。这个树干断了就神作了。好，直接暗杀。想不到吧？我的 fuck， 你怎么在后面？这个戴帽子的还是比较硬的。舒服了吧？这个门居然打不开。来吧，我直接正面突。什么鬼？还有子弹？这还有狗的啊。每个怪都得弹反，那可就够受了。啊，他们身上是没有遗产的。陶片，又是一个陶片。老感觉这里有东西啊。手里剑车。我们可以安到这个手上了。针对的是四处跳跃的敌人，消耗纸人便可以使用。纸人是发动一手忍具等动作的必需品，每次使用都会被消耗。你可以在这里买，我们只有61块钱啊，有点穷啊。行吧，我们也不买别的了，先休息一下，然后我们直接去打，应该算第一个 boss 吧。